痩せたい痩せたいと何回も思っているけど、1時間歩いたり頑張って腹筋や運動、食事制限はほんま苦手。実際やっても腰痛、股関節、膝痛もあるし、自分には無理ちゃうかと諦めれない。そんなみんなのために実際に5キロ、8キロ、10キロ痩せて腰痛、股関節、膝痛も解消した方法があります。これ知らんまま年重ねていくと、将来動脈硬化や内臓も壊し、内臓脂肪、中性脂肪もたまり、どんどん太り、脳梗塞や心筋梗塞まで引き起こし、リンパまで詰まり、老廃物が蓄積し、老化も加速し、背中も曲がり、腰痛、股関節、膝痛はもちろん、圧迫骨折や脊柱管狭窄症、腰椎ヘルニア、坐骨神経痛、変形性股関節、膝関節症で歩けんと寝たきりになる可能性まである。そこで今回はノブ先生の考え、1時間歩くよりスマホやテレビを見ながらできる3分新立ち腹筋だけで今回の症状を解消し、体全体の悩みも取り除くセルフケア教室の授業です。これ実際にみんなからいっぱい報告もらってて、腰痛、股関節、膝痛も解消した。2週間で5キロや8キロ、2ヶ月で10キロ痩せた。体脂肪率や中性脂肪の値も下がった。会う人に最近若々しくなったねと言われるようになった。血液検査の数値も正常値に戻ったなど、紹介しきれんほど嬉しい報告もめちゃめちゃあって、ほんま報告やコメントもありがとう。なんでみんなも見る価値あるから最後まで注目して見てちょうだい。実はこう見えて本も出版し、その出版特典や概要欄に友達限定であなた専用のセルフケアをチェックするプレゼントもあるから、これもチェックしてみてちょうだい。どすこい、セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。いやいや、戦いよと思ってる皆さん、実は相撲をやって膝も手術し、体もボロボロのまま太って引退しました。そのボロボロな体も復活し、他のいろいろな悩みも解消した技術とセルフケア教えるから、一緒に解決しよう。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。皆さんも過去に頑張って1時間歩いたり走ったり、運動や腹筋、食事制限したりしたことない？これほんま飽きません。実は狙う順番と筋肉がちゃいます。では結局どうすんねんということで、格闘家整体師のぶりゅうの解消する流れとした。ほんまセルフで健康貯金貯まるから、もうちょい聞いてや。実は1時間歩いたり腹筋や運動、食事制限しても痩せんと、いろいろな症状も引き起こすのは、体にはなかなか単独で狙えないズボラでサブロ筋肉があって、通称ズボラ筋と呼んでるんやけど、そのズボラ筋を専門的な方法で単独で狙って動きれないから、関節を矯正し支え、全身の代謝まで上げる筋肉まで一緒に働かんから、内臓脂肪、中性脂肪も増えて痩せんと、腰痛、股関節、膝痛はもちろん、坐骨神経痛、腰椎ヘルニア、脊柱管狭窄症、変形性股関節、膝関節症も引き起こし、歩けんと寝たきりになったり、リンパも詰まり、老廃物も蓄積し、老化も加速したりする。ほんで内臓脂肪、中性脂肪が増えると、超悪玉コレステロールが増え、血管内にこびりつき、動脈硬化を誘発し、血管内に血栓もできやすく、肝機能も低下し、老廃物の解毒分解もできると、血液までドロドロなり、血液の流れも悪く、血栓がさらにできやすくなり、その血栓が脳で詰まれば脳梗塞、心臓で詰まれば心筋梗塞になる可能性まであるから、ほんま要注意やね。なんで内臓脂肪、中性脂肪も減らしてほしいねん。その貴重な情報のズボラ筋がちゃんと動いて働いてないのが隠れた原因になります。そこで今回の専門的なズボラ筋は6つ。でもこの体操のエクササイズはスマホやテレビを見ながら3分で誰でも簡単にできるから安心してください。そのズボラ筋、1つ目、肋骨背骨骨盤、内臓や体幹を支える深部のインナーマッスルの腹横筋。ズボラ筋、2つ目、背骨骨盤股関節太ももの内側までつながり支える腸腰筋。ズボラ筋、3つ目、骨盤股関節太ももの内側までつながり支える内転筋。ズボラ筋、4つ目、骨盤股関節膝の内側までつながり支える内側ハムストリング。ズボラ筋、5つ目、膝外側から小指側までの足首までつながり支える腓骨筋。ズボラ筋、6つ目、膝内側から親指側までの足首までつながり支える腸脛骨筋。このズボラ筋を専門的な方法で単独で狙い撃ちします。結果ズボラから卒業し、ちゃんと動いて働くから、体幹、骨盤、股関節、膝、足首まで矯正し、
正常化して安定化するので、腰痛、股関節、膝痛はもちろん、関節の隙間を通るリンパ節や、ふくらはぎの大事な心臓の役割も正常化し、下半身に溜まった老廃物やむくみもドバドバ流し、座骨神経痛、腰痛ヘルニア、脊柱管狭窄症、変形性股関節、膝関節症も解消し、将来寝たきりや歩けんようになることも予防する。そして正常化し安定化すると、下半身のズボラ筋は体全体の6割7割を占める大きい筋肉で、代謝も爆上がりし、周りの筋肉も緩むから、結果脂肪が減少し、各部が痩せて、内臓脂肪、中性脂肪も減って、血管内に溜まる LDL コレステロールも解消し、動脈硬化や血栓も予防できるので、脳梗塞、心筋梗塞も予防し、肝臓に溜まる余分な脂肪も解消され、老廃物や血液もリンパ節で回収運搬し、肝臓にもしっかり運ばれ、解毒分解され、栄養の生産リサイクルが促進し、栄養満点の血液も全身にブワーッと循環するから、若々しい体も手に入る。ほんま、つぶら筋ほっといたらえらいこっちゃっしょ。それでは脳が今日はここら辺で、早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。はじめ、まず最初にチェックするね。下半身の筋力もこれアップするから、まずこのように椅子に座って、片足こうやって上げてもらって、こっからこう立ってみて。この時立てるとか、グラグラせんとか見といて。反対も同じようにこうやってグッと立ってみてね。そうするとようわかるから。次に股関節の動きもこれちょっと確認してみてもらっていい？この時に左右差あるとか、詰まるとかあったら、これ結構股関節も歪んでるからね。次に腰の柔軟を見ます。前にどこまでいけるのか。後ろにどこまでいけるのか。ぜひ体もこうやってひねってみて、この時左右差あったりとか、どっか行きにくいとかあったら、これもあかんからね。次横にもこう倒してみて、これも左右差あったりボキボキ言ってたら、これも結構歪んでるもん。次に呼吸も確認するね。息ハハハと吐いたり、スーッと吸ったりしてみて、これも終わった後めっちゃ吐けるし吸えるようになるから。次にこれおへそ周りからウエストこうやって測ってみて、じゃあこれもね結構へこむ。では立ち腹筋やっていきましょう。まず最初に肩幅ぐらいに足を開きます。次に足を内股にします。内股が分かりにくかったら足の指をちょっとだけ内側に向けるのでも構いません。次に手のひらをできるだけ外に向けてもらって胸を張ります。このまままず片方の腰をこのようにグッと振ります。そして振った方の肩を真下にじわーっと下げていきます。そうすると脇腹のところに力が入るので、入ったら今度反対の方に腰をグッと振ります。そして肩を真下にじわーっと下げます。そうすると反対の脇腹のところに力が入るので、これを30秒間繰り返していく。これでいいんだ、いけるかな。結構簡単しちゃう、これなら。じゃあ行こっか。行くね。まず振ります。じわーっと下げてね。そう。はい。反対もね、振ってから、じわーっと下げる。そう。みんなどう？背中曲がってない？大丈夫？そう、みんな、はい。そう、振って。じわーっと下げる。そう。はい、振って。じわーっとね。まだ息止めてない？そう、息止めないでね。そう、心の中でもいいから、じわーっと、ほんでね、息吐きながらとかやると結構やりやすいからね。そう、じわーっと。はい、反対も、はい、じわーっと。そう、みんなうまい。反対もね、じわーっと、ほら、だんだん背中丸まってない？ちょんと胸張っといてね。そう、みんなうまい。じわーっと。そう、反対もね、じわーっと。結構みんなね、息止めて、もう顔真っ赤っかになるから。それだけはやめてね。そう、じわーっと。はい、もうちょっと。はい。じわー。そう。反対。じわー。はーい、オッケーでーす。なんかこれだけでもうすでに体スッとまっすぐ立たへん。では、ズボラ筋二つ目。まず手の甲を自分の方にこのように向けます。次に片方の足を上げてもらって、足の指を軽く握ります。そして足の指をこのように前の方に向けてもらって、そのままの状態をキープしたまま、足を上げた時に、この手が足の裏にこうつくように、こうやって上げ下げしていきます。そうすると、股関節と前、お腹の前に力が入りますので、入ったら、反対も同じように、このように、タッチ。そう。上げてから、タッチ。そう。上げてから、タッチ。これを繰り返していきます。これならいける？大丈夫かな？これもし、グラグラするし、大変やと思ったら、どっか持って、片方ずつこう、15秒ずつでも構わない。全然それでもいいからね。下にこれ、タイミング表出るから、半分だったら、こう、入れ替えても全然構いません。これもう近づかへんかったら近づかんでもいいからね。こう上げて近づくぐらいでも全然構わへんから、それをねそのように繰り返していく。はい、こう、そう、上げて下げる。そう、いけるかな。じゃあ行こっか。上げて下げる。そう、上げて下げるね。そう、上げて下げる。これ意外にね楽勝思うけど、10秒ぐらいかな、過ぎてぐらいになってきてから、あら意外にやるじゃないですかっていうぐらいになってくるから、でもね無理してあかんよ。
で、やってる時結構股関節ゴリゴリなってない。これね、なってる人はやはりね、股関節周りあんま良くはないんやけど、これやってる時痛くなかったら全然構わない。ただね、無理せんでいいからね。これちょっとこんなくらいでもいいから。上げて、下げる。そう。上げて、下げる。これでも全然いいからね。ほんと無理せんとやって、そう。細く、長く続けるのがいい。みんな画面越しでもね、みんな細く、長く、頑張ろう言いながらね、頑張ってるから。一人じゃない。そう。無理したらあかんよ。そう。いいよ。みんなもうちょっと。はい。はい。はい、オッケーでーす。意外に聞いてくれよ。では、ズバラキン3つ目。今度はね、片方ずつこうやっていくね。そっちの方が分かりやすいと思うから。まず片方上げてもらって、足の指を内側に向けます。次に手のひらをできるだけ外に向けてもらって、胸を張ります。そのままの状態をキープしたまま、まずこのまま足の裏を反対のすねのところで軽くグッと押します。そして押したら今度腕を後ろに振ります。そしてそのままおへそを軽く前にグッと出します。そうすると、太ももの内側のところと腰の真ん中ぐらいに力が入ってくるので、これを繰り返していく。みんないける？ちょっと大変かな。ちょっと練習する？そう。で、膝真正面向けておいてね。軽く、こう、グッと押さえる。ほんで、後ろにこう、振るね。振って、おへそ前に出す。そう。そうすると、太ももの内側と腰の真ん中ぐらいかな。そこに力が入ってくる。横から見たらこんな感じ。軽くグッと押さえるね。ほんで、後ろに振って、おへそ軽く前に出す。こういう感じ。押して、引いて、出す。押して、引いて、出す。こんな感じ。じゃあ、いけるかな、みんな。じゃあ、行こっか。じゃあ、行くよ。はい。押して、引いて、出す。そう。押して、引いて、出す。そう。押して、引いて、出す。前から見るところだね。押して、引いて、出す。押して、引いて、出すね。押して、引いて、出す。押して、引いて、出す。はい、OK でーす。もう目がね、曇りまくってます。では、反対も同じようにいくね。まずこう足上げてもらって足の指を内側に向けます。手のひらをできるだけ外に向けてもらって胸を張ります。そのままの状態をキープしたまま、まず反対のすねに足裏当ててぐっと軽く押さえます。押したら手を後ろにこのように引きます。そしておへそを前にぐっと出します。そうすると太ももの内側のところと腰の真ん中ぐらいかな。そこら辺に力が入ってくる。これ腰に入りすぎたらあかんからね。ちゃんと内ももに入れてね、腰に入りすぎたら終わった後腰がきついっていう場合あるから、それ多分ね、腰ばっかり入っちゃってるから。だからね、ちゃんと押さえて、後ろに引いて、軽く出すね。そう、軽くぐらいがいいから。じゃあ行こっか。やっていく？行くね。はい、ぐーっと押して、引いて、出す。そう。押して、引いて、出す。そう。押して、引いて、出す。そう。押して、引いて、出す。よく見たこんな感じね。押して、引いて、出す。そう。押して、引いて、出す。そう、軽くでね、押して、引いて、出す。押して、引いて、ほんまちょっとだけ食って出すぐらいでいいからね。押して、引いて、出す。そう、押して、引いて、出す。もうちょっと、押して、引いて、出す。はい、オッケーでーす。もう、目がね、全滅です。では、ズボラ筋4つ目。まず最初に両方の足を軽くこのように締めといてください。次に片足を上げてもらって、足の指を内側に向けます。そして、反対のすねのところに足の裏をつけてもらって、このままの状態で上下にこのようにスリスリやっていきます。そうすると、太ももの裏のところと股関節の前、お腹の前のところに淡く力が入りますので、これをまずね、片方15秒やっていこうか。じゃあいける？それならいけるかな。大丈夫。じゃあいこうか。いくね。そう。頑張ってー。そう。これ意外に楽勝やって思うでしょ。なんかね、10秒くらいかな。ちょっと過ぎてきたら意外に、あら、効くじゃないでございますか。舐めておりましたねっていうことになるから。そう。でもね、無理したらあかんよ。そう、ゆっくりでいいからね。結構みんな、ぐんと上げるけど、ちょっと上げるぐらいよ。全然構わない。そう、みんなうまい。もうちょっとね。よいしょ。はい。はい、オッケーでーす。じゃあ反対も同じようにやろっか。まず、両方の足軽くね、こう締めてもらって、片足上げて、足の指内側に行きます。で、すねのところに足の裏つけてもらって、上下にこのようにスリスリしていきます。そうすると、太ももの裏、股関節の前、お腹の前に力が入ってくるので、これを繰り返していくね。じゃあ、行こっか。じゃあ、行ける。じゃあ、行くよ。はい。そうです。はい。そう。これも一緒ね。みんなね、息止めたらあかんよ。結構止めてくるからね。これ、上げるとこまででいいから、下ぐらいこうね、ちょろちょろぐらいでも全然いい。みんな無理して結構上げようとするから、そんな無理しなくていい。ほんでね、この時股関節ちょっとね、ゴリゴリ打ったりする。でもね、これね、痛くなかったら大丈夫。ただね、無理はせんといて。で、やっていくとね、音も結構ちっちゃくなったりするから。
はい、OK でーす。では、ズボラ筋5つ目。まず最初に肩幅ぐらいに足を開いてもらって、かかとは動かさないで足の指を外に向けます。次に手のひらをできるだけ外に向けてもらって、軽く胸は張っておきます。そのままの状態をキープしたまま、まず片方の足をこのように下をぐっと踏みます。この時に車のアクセルを踏むように、もしくは消毒液足踏むやつあるね。それね、踏み続けるのがいい。ぐっと踏み続けてから腰をこんな風にぐっとそっちの方に振ります。そうすると、すねの外側のところと脇腹のところに力が入りますので、これを片方ぐっとやります。そう。踏んで腰振るね。で、入ったら反対も一緒ね。反対も踏んで腰振る。そう。これをね、繰り返していく。踏んで腰振る。これならみんないける？大丈夫かな？この時ね、結構足つるっていう人は相当足首良くないから、最初はつりやすいかもしれんけど、これやるとほんま辛いようになるから。でも無理はせんといてね。じゃあ行こっか。行くね。まず片方からね。まず最初にじわーっと踏んでから腰をぐーっと持っていきます。そうすると、すねの外側と脇腹のところに力が入る。入ったら反対も行くね。じわーっと踏んでからぐーっと持っていく。そう。じわーっと踏んでからぐーっと。じゃあみんな行こう。はい。外。ぐーっと。外向けてね。はい。じわーっと踏んでからぐーっと持っていく。そう。じわーっと踏んでからぐーっと持っていく。そう。じわーっと踏んでからぐーっと持っていく。そう。じわっと踏んでから、ぐっと張っていく。そう。じわっと踏んでから、ぐっと張っていく。これね、やりにくかったら、片方だけ15秒やって、反対も15秒やるでも全然構わない。まとめてやりたい人はね、こう、踏んで、振って、そう。踏んでから、振って、そう。踏んでから、振って。これでも構いません。やりやすい方でやってね。そう。無理はね、せんといてね。そう、みんなうまい。よいしょ。はい、OK でーす。なんか、足先からポカポカしてくるね。では、ズボラ筋6つ目。まず肩幅ぐらいに足を広げてもらって、次にかかとは動かさないで足の指をこのように内側に向けます。これ向けれる範囲で全然構いません。そのままの状態をキープしたまま、まず片足の方をね、このようにぐっと踏みます。これも一緒ね、車のアクセル踏むような感じ、もしくは消毒液ギュッと踏み続けるような感じ、片方ぐっと踏みます。そして踏んだら骨盤をこのように丸めるような感じでぐっと背中を軽く丸めます。要は骨盤をこう後ろに倒すような感じかな。そうすると、すねの内側のところとお腹の前のところに力が入る。軽くじわーっと踏んでから、こう、ぐっと下げるような感じ。いける？これならいける？ちょっと練習する？みんな。ちょっと練習しようか。まず片方をね、じわーっと踏んで。踏んだら、骨盤ね、ここ。ここら辺を下に下げる感じ。こう、こういう感じ。じわーっと下げる。そう。入ったら反対も一緒ね。反対をこう、じわーっと踏んでから、一緒に、こういうように、じわっと下げる。そうするとお腹の前、すねの内側のところに力が入る。いけるかな？じゃあいける？じゃあ行こうか。じゃあちゃんと足の指内側向けといてね。で、片方まずじわーっと踏んでいきます。で、後ろにじわーっと倒す。そう。で、反対もね、じわーっと踏んでから、じわーっと倒す。そう。で、反対もじわーっと踏んでから、じわーっと倒す。そう、みんなうまい。じわーっとね。で、ぐーっと下げていく。そう。みんな大丈夫？足吸ってない？無理してあかんよ。そう。やったね。でもね、画面越しでみんな、ムムム言いながら頑張ってるから、一人じゃない。でもね、無理してあかんよ。そう、もうちょっとね、じわっと踏んでから、ぐーっと下げる。そう。じわっと踏んでから、ぎゅーっと。そう。じわっと踏んでから、ぎゅーっと。そうです。じわっと踏んでから、ぎゅーっと。そう。じわっと踏んで、ぎゅーっと。そう。じわっと踏んで、ぎゅっと。はい、オッケーでーす。ほんま足先からポカポカしてくるね。じゃあ終わったからもう一回チェックしようか。まず片足こうやって上げてから、ぐーっと立ってみる。反対も同じようにこうやってやってから、ぐーっと立ってみて。じゃあめっちゃ立ちやすくなってない？スーッと立てるようになってくれよ。次に股関節の動きを見てみて、こっち開いたり、外にやったりとか。じゃあさっきよりかなんかこう、突っかかる感じとか、なんか動きが結構滑らかになってない？次にこう、前にどこまでいけるのか。後ろにぐーっとどこまでいけるのか。で、横にもこうやってひねってみて。じゃあさっきよりかめっちゃ動き良くなってる。でね、横にも倒して。こっちもめっちゃ動き良くなってるやん。次にね、呼吸、息、はーっと開いたり、スーッと吸ったりしてみて。めっちゃ吐けるし吸えるやろ。でね、次おへそ周りこうやってウエスト測って。これも結構へこんでるから。そして、このエクササイズに合わせておすすめな股関節剥がしで、さらに股関節を逆転する方法もご紹介するので、最後まで注目して見てちょうだい。これ、スマホやテレビ見ながらできるし、正確にはたったこれだけ。めちゃめちゃ簡単でしょ。この毎日たった3分の行動力。これがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ほんま、健康貯金してや。みんな、ここまで注目してみてくれてありがとう。
その生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そしてコメントが私の最大の励みになりますので、応援よろしくお願いいたします。ここでお話ししていた今回のエクササイズをすると、柔軟性も上がり、関節の動きも安定するので、後におすすめな股関節剥がしセルフケアを一緒にやって、さらに健康貯金を貯めましょう。あと、概要欄に友達限定であなた専用のお悩みに合ったセルフケアは何かを簡単にチェックできる方法を無料でプレゼントしてるから、これもチェックしてみてちょうだい。なのでこれさっきの続きでいいからね。まずね、片方このような感じで足を持ってもらって、軽くこう膝を曲げときます。このまま少しこう足を上に上げるようにぐっと後ろに引きます。そのまま反対の方にまず体をこのようにぐっと倒します。そして倒した方の反対に体をこのようにぐっとひねっていきます。そうするとお腹の前、太ももの前、お尻のあたりかな、あとは股関節あたりかな、そこら辺がぐーっと伸びていきますので、このままの状態で30秒です。これをするとさらに股関節をロックする筋肉も剥がし、ふにゃふにゃになるので、合わせてやってみてちょうだい。それでは概要欄のプレゼント特典もチェックして、また次回お会いしましょう。これ、両方やってねー。